第1話久しぶりに見たんですけど、はい、なんかもうこの13話まで放送されてるのを見てきてるから、なんかより染みるというか、なんというか、なんかね、1話見た時よりもさらになんかヒンメルってね、このもうな、まあ、亡くなってるんだけど、やっぱ毎話毎話出てくるじゃないですか、うん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 、なんかそのやっぱ思い出が積もり積もって1話見るとよりまた感慨深い気持ちになるから、なんかだから本当はね、さっきの映像流れてる間僕らのマイク生きてたから喋ったってよかったんですけど、みんな黙って何もやっぱ見ちゃってね、言葉出てこなかったですね。いいシーンですよ。何度見てもグッときますね。お二人絶賛でしたからね、やっぱ おじいちゃん、そうそう、なんか信彦さんもそのおじいちゃん役やる機会ってほぼなくて、うんうん、すごいなんかそわそわしてたけど、いざやってみるとめっちゃベタ褒めされてて、いや素晴らしかった。そう、僕もオンエア楽しみだったんですけど、本当素敵なおじいちゃんでしたよね。ヒンメルなんですよね。そう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 、すごい。なんかこう最初の時のフェルンってこうなんかこうちゃんとこうフリーレンは自分に興味を持ってくれてるのかっていう風にちょっとこぼすシーンがあったじゃないですか。ありましたね。うん、でもこう旅を冒険をしていく中でやっぱフリーレンもフェルンに対してフリーレンなりに思ってくれてるっていうのも分かって、まあ、成長したのもあってこう小言を言うようになってきて、うん、なんかこう容赦なくなっていくのもいわゆるフェルンの成長の一つなのかなっていう風に思って、うんうん、なんか仲いいからできるこその会話なのかなっていうふうに思いましたね、うん、信頼し合ってる証拠というかね。そう、うん、ましたけど、この僕らって漫画このね原作読んでる時に、うん、まあ原作は漫画なので静止画のこの小回りじゃないですか、うん、はい、その間はこの自分の脳内で補填して読んでるんですけど、うんうん、そこをこう全部アニメが描き切ってくれてるっていうか、うん、てか僕らが想像してるよりもはるかにすごいのを行間をこう埋めてくれてるっていうか、それがまさにこの戦いで詰め込まれてた印象ですね。あのフェルンの魔法の打つ速さもそうだし、あの師匠の方が重いとか、はいはい、その重さみたいなのも全部伝わってくるというか、本当にそう、魔法してるんだろうけど確かに違うんだよな、そうそうそう、重さがっていうのと、うん、すごいですなんか戦闘迫力めちゃくちゃあるんですけど、やっぱ美しいですよね、なんか本当に見入っちゃう、なんか一個一個の本当そのカットがなんか美術館とかで飾りたいぐらい綺麗で、本当にすごいですね。一ノ瀬さんどうですか、リグナー戦は。いやでも本当にまず思ったのが、いやもう本当にこの映像が素晴らしすぎて、監督の脳内はどうなっているんだろうって思った思いますよね、監督はね。漫画の行間を考える力っていうのが素晴らしすぎて、なんか一度こういうとこに呼んでお話を聞いてみたいなとか質問攻めにしたいですよ思いますし、まあ、それくらいやっぱり引きつける映像の力っていうのがあって、私もう何回も見てるはずなのにもう手汗が止まらなかったくらいにはもう食い入って見てましたね、うん。あのヒメルはもういないじゃないっていうセリフに対しての反応であるとかもあったんですけど、うんうん、どうですか振り返ってみるとこの時の演じた時、なんかいい意味でっていうとあれなんですけど、いい意味でよく覚えてないというか、うんうん、あの竹達さんのアウラがああやっていてくれたのでアウラすぎますもんね。あ、そう、めちゃめちゃアウラだったのでめちゃめちゃアウラっていうのもちょっと、いやいやでもそれぐらいそのお芝居が良かったっていうか、はいはい、なのでこう怒りとかもこうふーじゃなくてふーっていうなんかこう、おへそがすごいじんわり熱くなるみたいなね。だからなんか熱いけど冷たい、クールだけどホットみたいな、ちょっとごめんなさい、語彙力複雑。信彦さんクバール大好きだそうなんですね、クバールはすごいんだってずっと語ってる。でもそう、多分視聴者の方もねお気づきかと思いますけど、うんうんうん、でアニメだとよりこの描かれてるじゃないですか、うんうんうん、クバールの優秀さというか、うんうん、もちろんそのゾルトラーク開発したこともそうですけど、うんうん、やっぱあのフェルントの
攻防がね、うん、一瞬にしてその弱点を見抜いて戦うのもそうですし、まあ、もちろんガラッと空気変わりました。いや本当に、まあ、実際に中村さんもね僕らの中では年長者なんですけど、うん、すごい本当手中になって、うん、なんか支えてくれてる感がすごいですよね、うん、頼りになる感じというか、うんうんうん、めちゃめちゃ突っ込んでくれるから3人のボケがさえ分かるというか、だからそう、うん、シュタルクがね結構これまではなんでだよって突っ込んでたんですけど、うんうんうん、なんやかんややっぱシュタルクもポンコツだからそこに対してやれやれっつって、うん、ザインがこの大人に、うん、大人の目線でね突っ込んでくれたりとか、うんうんうん、本当に助かってます。なんかザインってすごい立ち回りを意識してくれてるようなキャラクターですよね。なんかその状況に応じてこう徹そうみたいなのがあるキャラクターだなって思って、まあ、中村さんもそれを意識して現場でもきっと立ち回ってくださったんだろうなって思います。発表したいと思います。では一斉にいきます。こちらです、うん、どうぞ。おお、2位福之助です。やっぱ、そっか子供心があるんでしょうね。そうですよね、はい、すごいです。